関東はアメリカ合衆国オハイオ州北東部の都市であり、スターク軍の軍庁所在地である。アクロンからは約24マイル南、クリーブランドからは60マイル南に位置する。関東は1805年にニミシレンクリーク西支流と中支流沿いに設立され、多くの鉄道が通ったために製造業の中心になった。重工業の衰退後、市内の産業は小売り、教育、 金融及び健康管理などサービス業で多様化した。2010年の国勢調査で人口は7万3007人であり、2000年と比べて10%ほど減少している。この減少にもかかわらず、関東はオハイオ州内の都市で人口では9番目から8番目に上昇した。これは隣接するマホニング郡のヤングスタウンのように、 かつては関東よりかなり人口の多かった都市が大きく減少したためである。2009年推計によれば、関東マシロン都市圏の全人口は40万8005人となっている。関東には、プロフットボール殿堂、マッキンリー国立記念碑、ウィリアム・マッキンリー大統領図書館及び博物館、さらには、ファーストレディ国定史跡がある。 ウィリアム・マッキンリー大統領の墓所関東は1805年に設立された。CANTONREP.com では、ウィリアム・マッキンリー大統領図書館及び博物館の館長、キム・ケニーが、関東は、村落として1822年に、市としては1838年に編入されたと言っていることを引用している。 その情報は ET ヒールドのスターク軍の話シリーズから得られたものだった。しかし、関東市のウェブで歴史のページによると、村落としての編入は1815年、町として1834年、市政は1854年としている。町の区画を分けたサーベイヤーのベザリー・ルウェルズが、当時英語圏では、キャントンと呼ばれていた、中国の広州市にちなんで、関東と名付けた。 この名前はウェルズが称賛していたジョン・オドネルという貿易業者を記念するものだった。オドネルは、カントンからボルティモアまで商品を運んだ最初の人だったので、メリーランド州にある自分のプランテーションを中国の都市にちなんで名付けていた。カントンは、ウィリアム・マッキンリー大統領の第二の故郷だった。マッキンリーは、ナイルズで生まれ、1867年頃にで、 法律実務をはじめ、1869年から1871年までは、スターク軍の検事だった。オハイオ州知事に当選した時に、その選挙運動の本拠となり、1896年と1900年の大統領選挙でもその家の玄関で選挙運動を行った。1907年に落成したウィリアム・マッキンリー、大統領図書館及び博物館と、 ウィリアム・マッキンリー記念碑がある。ニミシレン・クリーク西支流関東は、北緯40度48分18秒整形、81度22分33秒、北緯40.80500度整形、81.37583度、40.80500-81.37583に位置し、標高は1060フィートである。ニミシレン・クリークとその東、中び、 日市流が市内を流れている。関東の北は、プレーンタウンシップとノース関東、西は、メイアーズレークとペリータウンシップ、南は、関東タウンシップ、東は、ニミシレンタウンシップ、オスナバーグタウンシップ及びイースト関東と接している。2006年12月に認められた合併によって、東側協会は、イースト関東まで含むことになった。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 地域全面積は20.6平方マイル、このうち陸地は20.5平方マイル、水面は0.01平方マイルで、水域率は0.05%である。関東はアメリカ合衆国中西部に典型的な湿潤大陸性気候に属し、大変暑く湿気のある夏と寒い冬がある。冬季は冷涼になる傾向があり、一月の最高気温は下三十三度、 同平均気温は下肢17度となり、かなり温度変化がある。例年の1月では、最高気温が下肢50度を超えることもあれば、最低気温が下肢0度を下回ることもある。北のスノーベルト地帯に比べれば降雪は少ないが、エリーコの影響をいくらか受けている。アクロン関東空港で一冬に平均して47.4インチの降雪がある。 春は短く厳しい冬から暑く高湿度で蒸す夏に急速に移行する。夏は暖かく時として暑くなり、7月の最高気温は下肢82度、同平均気温は下肢61度である。夏の天候は安定しているが雷雨が多く一般に湿潤である。気温は毎年平均して約9回は下肢90度を超える。 秋は最も乾燥した季節であり、晴れた暖かい日中と冷涼な夜が多い。アクロン関東地域で過去最高気温は1918年8月6日の下市104度である。過去最低気温は1994年1月19日の引く下市25度である。オハイオ州における関東マシロン都市圏の一関東は、キャロル軍とスターク軍を包含する関東マシロン。 都市圏の最大主要都市であり、2000年国勢調査で、の人口は40万6934人だった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。関東は、市長、市政委員会方式をとっており、州の認証なしで運営されていることでは、オハイオ州最大の都市である。市政委員会は9区に分けられ、全市政室委員3名と委員長がいる。 現在の市長は、ウィリアム・ J ・ヒーリー2世である。総合搬送記者の生産、ディボールド政府ロック会社の転換者、工場関東地域経済は主に製造業であり、かなりの比率で農業が続いている。イ水頃、時空受けと特殊校の主要製造企業であるティム・ケーンが、ある。関東地域で活動している、その他の大企業としては、ベルデンブリックとディボールドがある。 この地域にはいくつかの地域食品加工業もあり、ニクラスベーカリー、パークファームズ及びシアラーズがある。鶏肉生産と落農も地域の重要な産業である。アメリカ合衆国の多くの工業地域と同様に製造業の雇用は長期低落傾向にある。LTV スティールは2000年に破産するまで最大雇用をもだった。2004年、ティム県は関東を拠点としていた。 時空系生産を南部の工場に移すと提案した。ティム県の素行生産量は、関東周辺が中心のままであるが、関東市経済には打撃であり、市のイメージと誇りを直撃した。フーバーカンパニーは50年間以上、ノース関東の象徴的存在だった。この会社は、ワールプールコーポレーションからテクトロニクス、インダストリーズによって買収され、2007年6月には、 創業の地ノース関東の工場を閉鎖することになった。これら製造業の縮小に反応して、地域は小売業やサービス業への転換を進めている。関東はアメリカ合衆国の多くの中規模都市と同様に、その中心外小売業の大半が郊外に移ってしまっていた。関東地域の小売業のかなりの部分は、現在、ジャクソンタウンシップのウェストフィールド、 ベルデンビレッジモール周辺に移った。近年、中心街はいくらか再活性化が進み、カフェ、レストランを及び画廊が進出してきた。ベルデンビレッジ地域に市内の小売業の大半が脱出したにもかかわらず、いくつかの小売業センターが関東市内に残っている。関東と近くのマシロンをつなぐリンカーンハイウェイの支線であるタスカラワス通りには、関東センターモールと、 様々な規模の小売りアウトレット店がある。関東センター地域とベルデンビレッジ地域をつなぐホイップルアベニュー沿いには商店街がある。中心街から北の類似した商店街はクリーブランドアベニューとマーケットアベニュー沿いにある。クリーブランドアベニューとマーケットアベニューをつなぐ地域は北西30番通りの小型商店地区であり、関東から ルイスビルやアライアンスに至るアメリカ国道62号線回廊にも小売店が並んでいる。1935年に設立された関東美術館は関東における美術を奨励し促進するように工夫された広い地域社会に基づく芸術組織である。19世紀や20世紀のアメリカ人芸術家に焦点を当て、特に絵画や1950年代に始まる陶芸作品がある。 美術館のスポンサーは、関東やスターク軍の高校生の作品を毎年展示し、奨学金が与えられている。ダジーの世界的軍学隊であるブルーコーツが関東を本拠にしている。教育上の福祉計画ではこの美術館を、図書館、教区学校、地域公立学校、市内語学校及び行動障害生徒用学校の学外教 関東の幼稚園生から12年生までの児童、生徒は関東市教育学区が教育を管轄しているが、北西17番通りから北の地域はプレーンローカル教育学区が管轄している。関東ローカル教育学区はサウス関東の大半を管轄している。福音フレンド協会参加の私立4年生教養教育カレッジであるマローン大学は北西25番通りにある。 カトリック系ウォルシュ大学はノースカントン近くにある。スターク州立カレッジとケント州立大学の支部も近くのジャクソンタウンシップ内にある。また、カントン中心街にはティムケン高校に通学するアーリーカレッジの高校生によって使われるスターク州立カレッジの小さな支部もある。市内には2つのカトリック系高校がある。セントトマスアキナス高校は 市内東部を受け持ち、関東セントラルカトリック高校は市内西部を受け持っている。ペリータウンシップにはペリー高校もあり、マッシュロンと関東両地域から生徒を受け入れている。関東市内にあるカトリック継承学校としては、セントピーター、セントジョセフ及びアワーレディオブピース各学校がある。また幼稚園生から12年生までのキリスト教小学校と高校である。 ヘリテージクリスチャン学校もある。関東カントリー全日学校はもう一つの私立小学校である。さらに20世紀初めにマリア・モンテス総理によって提案された教育のためのモンテス総理プランに従って教育を行う私立の関東モンテス総理学校がある。スターク軍軍長ントン市内唯一の新聞はザ・レポジトリーである。トンは北のアクロンと同様に クリーブランドテレビ市場の一部である。しかし、ヤングスタウンに近いために、住民が地上波放送を受信するのと同じように、ヤングスタウン地域からの放送を受信するのもよくある、ことである。関東で免許を取得したテレビ放送局は3局あり、そのどれも全国放送の系列ではない。またケーブルテレビの公開チャンネル、関東シティスクールズ TV11 がある。 放送内容は視聴者の地域によって異なる。a m ラジオ放送局は4局あり、FM ラジオ放送局は3局ある。ファーストレディ国定史跡アメリカンフットボールの電動カントンにはプロフットボール電動がある。NFL が行われる。レギュラーシーズンでは、カントンのマッキンリー高校とティムケン高校が扱う、ホーセットスタジアムはザ・スポーティング・ニューズによって認められてきた。 過去にカントンブルドッグズが1920年から1923年、1925年と1926年に NFL に参加したが、その後チームは解散した。オーサーの州内、フットボール選手権大会のうち3試合がカントンのフォーセットスタジアムで開催されている。その他の3試合は近くのマシロンにあるポール・ブラウン・タイガー・スタジアムで開催されている。 アメリカンインドアフットボール協会のカントンレジェンズはカントンシビックセンターで試合を行う。ただし2009年のシーズンは運営が中断された。コンティネンタルインドアフットボールリーグもカントンに事務所を構えている。全国プロサッカーリーグ2とアメリカ室内サッカー協会のカントンインベーダーズは1984年から1996年まで。 関東メモリアルシビックセンターを本拠地としており、リーグで5度優勝した。関東は何度かプロ野球の本拠地にもなってきた。1920年代と1930年代の関東テリアズを含め、関東の名を冠した多くのマイナーリーグ。関東ヤクロンインディアンスは9年間、クリーブランドイン、独立系マイナーリーグでは関東クロコダイルズと関東コヨーティズが、 フロンティアリーグの一員になり、数年間はサーマンマンソンメモリアルスタジアムを本拠地とした。クロコダイルズは1997年の結成の年にリーグチャンピオンになり、2002年にペンシルベニア州のワシントンに移った。コヨーテズはカントンで1シーズンだけプレーし、その後2003年にはミズーリ州コロンビアに移った。カントンは週間高速道路システムの利便性が良い。 週刊高速道路77号線から出た、いくつかの高規格道路が、関東から、南は、サウスカロライナ州コロンビア、ノースカロライナ州シャーロット、ウェストバージニア州チャールストン、北は、クリーブランドや、アクロンとをつないでいる。関東には2本の有料道路もある。アメリカ国道30号線から出た、いくつかの高規格道路が、関東から、西は、インディアナ州ホートウェイン。 東はニュージャージー州アトランティックシティ、ペンシルベニア州ピッツバーグとをつないでいる。アメリカ国道62号線から出た、いくつかの地方高規格道路が、関東から南西のオハイオ州、コロンバスや北東のヤングスタウンとをつないでいる。市内には、修道43号線、修道153号線、修道172号線とリンカーンハイウェイ、 修道197号線、修道627号線、修道687号線及び修道805号線と別名オールドルート8といくつかの動脈が走っている。公共輸送はスターク地域交通公社が提供している。アクロンカントン地域空港は、星の北10マイル、カントンとアクロンの間にあり、商業用クラス C の空港である。 2008年7月21日、ザ・コルベアリポートのスティーブン・コルベアは、ジョン・マケインが、関東で、選挙運動を止めたことについてコメントし、ジョージア州の胸クソ悪い関東ではないと言った。このコメントが、地方の大騒ぎを引き起こし、ジョージア州関東の市長は、コルベアが同地を訪れたこともないし、そうするように招待したこともないと主張した。7月30日に、コルベアは、 この件について謝罪し、自分が間違っており、ニに胸くそ悪い関東は、カンザス州の関東だと言ったが、その後カンザスの街をネタにして何度かジョークを言った。8月5日、コルベアは、ジョージア州関東とカンザス州関東の市民に対して、謝罪し、今度はその矛先を、サウスダコタ州関東に向けた。コルベアは、その後、サウスダコタ州関東に対して、 心のこもらない謝罪を行い、その後さらにテキサス州関東を冷やかすことになった。2009年、関東市は Google の地図サイトで誤ってコールズビルと書かれた。このミスはライバルのフットボールファンによるいたずらだという噂は Google の宣伝担当エレーヌ・フィラデルフォによって否定された。関東は一つの都市と姉妹都市を結んでいる。ありがとうございます。